愛さんという男性が体験した話です。この愛さん、一軒家に年のいった母親と二人で暮らしていました。数年前にその母親が亡くなって、今は気ままな一人暮らし。その彼の家のすぐ隣には年のいった父親と二人で住んでいる C さんという中年の女性がいました。ところがつい最近、その C さんの父親が亡くなってしまう。お隣同士ですから、葬式にももちろん出た。 C さんは父親を亡くして随分落ち込んでいるようでしたので、何か困ったことがあればいつでも相談に乗ると言って励ましました。ところが、それからその C さんの様子がおかしくなりました。ある夜、愛さんが仕事を終えて家に帰ってくる、薄暗い玄関の前に誰か立っている。見れば C さんでした。声をかけると彼女は慌てた様子で、今お帰りですか、そう言って隣の自分の家へと入っていく。一体何をしていたのかは分からずじまい。ところが、そんなことがたびたび起きるようになりました。夜だけではなく、どうも昼も自分の家の玄関の前に立っているらしい。父親を亡くしたばかりですから、あまり強いことも言えず、一体何の目的があるのかはしばらく分からなかったんですが、ある夜のこと、愛さんがコンビニに行こうと玄関まで行き、靴を履いてドアを開けた途端にゴンと何かにぶつかって痛いと声が聞こえる。覗くと C さんでした。頭を押さえている。ドアで打ったらしい。いつものように慌ててすいませんと言いながら自分の家に帰ろうとするのを引き止めて、 C さん、何か困ったことがあるんだったらちゃんと話してください、そう諭すと、彼女はしばらく考えた後、意を決したのか、分かりました、話しますと言って隣の自分の家に愛さんを案内した。家に上がり、居間へ座布団に二人座ったところで C さんが口を開く。愛さんは昼間お仕事で家は留守にされていますよね。何を今更というような質問。夜最近お友達呼ばれましたか。呼んでいない。だがなぜそんなことを聞くのか。すると C さんは、声が聞こえるんです、愛さんの家から声が。声、さっきも言ったが、昼間は仕事に出ていて誰もいない。夜は夜で友達も呼ばないし電話もしない。テレビをつけているからその音ではないかと伝えると、彼女は大きく首を振る。違います、ちゃんと確認しましたから、私ドアに耳を当ててちゃんと聞きましたから。そこで分かりました。今まで C さんがなぜ自分の家の玄関の前に立っていたのか、ドアに耳をつけて中の様子を伺っていたということでした。少し気味が悪くなりました。どんな声が聞こえるんですか。すると彼女は、多分私の父親です。完全におかしくなっていると思いました。父親は亡くなって最近葬式を出したばかり、それなのに愛さんの家から父親の声がするという。と C さんは、愛さんのお母さんもいらっしゃいます、続けてそんなことを言う。私の母親亡くなった、じゃあ母親の声も聞こえるってことですか。すると彼女は、いいえと首を振る。もう訳が分かりませんでした。言っていることが支離滅裂。声が聞こえないのにどうして私の母親がいるというのが分かるのか。すると C さんはすっと立ち上がり、カーテンの閉まった窓の方へ。この窓の向こう、愛さんの家の仏間があるんです。そこにね、いるんですよ、ほら、と言ってカーテンを開ける。部屋の明かりがすっと外に漏れる狭い庭の向こうに、確かに愛さんの家の仏間がある。その仏間の薄暗い部屋の中に、確かに人影がありました。愛さんが驚いて窓の方まで行く。じっと目を凝らしてみれば、確かに誰もいないはずの自分の家の仏間の中に、亡くなった C さんの父親の姿が見えました。こちらに横を向いている形、
一生懸命何か喋っているようですが、声は全く聞こえない。その視線の先にうつむいて正座をして座っている亡くなった自分の母親がいました。これは一体どういうことなのか。その横で C さんが、ほらいるでしょ、いるんですよね、いるでしょ、3人いるでしょ、大きな声でそう言った。3人、言われて初めて気がつきました。仏間の中、亡くなった C さんの父親、自分の母親、その手前窓のところに確かにもう一人誰かいる。着物を着てこちらに背中を向けている男でした。自分たちが覗いていることに気がついたのか、その男がゆっくりこちらを振り返る。その顔は全く知らない人物だった。ただまるで人形のような作り物のような顔で見ているうちに耐えきれなくなって、愛さんはカーテンを閉めた。 C さんはしばらくいるいると言って騒いでいましたが、ほどなく落ち着いてぽつりと、私の父親と愛さんの母親は何か特別な関係があったのかもしれないと言った。じゃあもう一人いたあの男は一体誰だったのか。その男に関しては C さんもわからないということでした。それ以降、愛さんは自分の家にいながら、あの仏間にいる3人のことを思うと薄気味が悪くて、ほどなくしてその家を出てしまったということでした。さあ皆さんこんばんは、始まりました怪談の椎花聞かせてよ、司会の狩野英孝です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、本物の怪談を持つ語り手の皆さんをお招きいたしまして、その怪談の椎花を楽しむ番組となっております。そして今回からですね、なんと第3章が始まることになりました。いやー、長い間応援ありがとうございます。そしてね、またリニューアルとして、またやっていきたいと思います。さあこの番組のアシスタントをご紹介しましょう。まずは八峰アンナちゃんです。はい、三章もよろしくお願いします。八峰アンナです。はい、お願いいたします。お願いします。そして今回から新しく、アシスタントに加わりました吉崎あやちゃん、お願いします。はい、福岡県出身の吉崎あやです。よろしくお願いいたします。さあ、お願いします。もう初めましてですよね。あれ、あの怪談っていうのはどうですか、はい、今まで興味とかあったりします？大好きで。あ、そうなの。夏来ましたって感じでした。ただこの番組ですね、もう年中やってますから秋も冬も春も関係ない、最高ですね。最高なんですか？大好きなんですよ。ちなみに、あのお化けは見たことあるの？お化け、神様なら見たことあります。神様、神様、どこで？私が小学校2年生ぐらいの頃ですかね、うん、二段ベッドにの上に私が寝ていたんですけど、うん、ある日高熱を出して、うん、あのお手洗いに向かったんですよね、うん、でそのお手洗いから帰ってきて上に上がったらネオンに光っている、うん、なんかフランス人のようなで、こうやってこう寝ていて、うん、でもすごいのが枕とか布団が透けてるんですよ。え、で、その人は神様でした。でそのままずっとそのままもう家中の電気がついて、どうしたどうしたってなって、うん、神様がいたのって言ったら、お母さんがこれじゃないって言って持ってきたのが、うん、なんか白い石とかでできて中が空洞の、うんうん、全くそっくりな、マリア様的な。あ、そうです。あ、本当にマリア様みたいな。私見たことないんですけど、お会いしたこともないんですけど、マリア様でした本当かな。いや、とかは信じる。信じますね。お、信じます。まあ、でもあの本当に多分今まで本読んだりとか、うん、テレビ見て、ね、怪談見てると思いますけど、うん、まあ、この実話怪談っていうのはやっぱちょっと違くて。あ、そうなんですね。なんかワクワクしてる。なんかやっぱ新人さんが入ってくると、どうしてもいろいろ教えたいですよね。兄貴的な感じでいきたい兄貴、すごいわかりますはい、はい、早速オープニングから怪談を聞かせていただきましたのは怪談社の上間月隆さん、はい、そしてこの番組のご意見番でございます志穴俊明さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。
もう一人謎の男、これ本当に、いや話終わるなよ終わるなよって思って聞いてたんですけど終わります、すいません、嘘でしょ、終わります、やっぱ結局わからない、わからないようですね、わからないようですね、こういうことが起こるんですよ。なるほど、なんかさっきオチのない話もたくさんあるよって、うん、もう分からないなんだから、もしかしたら隠し子、ああ、愛さんのお母さんと C さんのお父さんの子供ってこと、うん、そうかもしれないし、あ、そうやって考える余裕がありますよね、実はガイダンには、うんうんうん、あれが面白いんです。さあ、このお話、シアンさんいかがでしたか。はい、まあ本当に何か分かんないんでね、特にコメントないんですけど、うん、まあ、死後不倫ですよね。死後不倫なんかあるんですか。ですよね、幽霊同士のなんかそんな感じがしますけどね、見張り付き、そういうことあるんだ。いや、だからそういうことも考えられる。あ、なるほど。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。ご無沙汰しておりました。最近はどのようなご活動をされてるんですか。最近はぼんやり空を眺めて暮らしております。ロマンチックですね。ちょっと早くないですか。そうですかね。空を見上げるには早いも遅いもないでしょう。ですよね、翔太さん。本当ですよ。特に悩み事があるときは空向いてるのがいいそうですよ。何かあったんですか。いや大丈夫だよ。いや、おかげさまで、はい、細々と、はい、階段の活動は続けさせていただいておりまして、やっぱコロナだからやっぱイベントっていうのもなかなかしにくくなったり来たりするんじゃないですか。でしたですね。でもいろいろと対策を講じながら、はい、それでも結構頑張ってやらせていただいて、おかげさまで去年から今年にかけてまだその来ていただいたお客様やスタッフさんの中で罹患者が出ずにおりますので、うん、とっても恵まれているなと思ってます。いや、そういえばこちらにお邪魔して私自身の体験というのはまだ語らせていただいたことがなかったかなと、はい、なので今日はちょっと私自身の体験から一席聞いていただこうと思っております。記憶というのはね、非常に曖昧もことしているなとこの体験があってよく思うようになったんですが、私が怪談師になりましたのは2012年の1月の末なんです。北海道すすきのにあるスリラーナイトというお店が立ち上がって、で天下の無職でしたから人づてに今度そこでやらないかと、で、まあ、自分で体験がいくらかあったのを知っていて、それで勤めに出るようになったんですが、最初のうちずいぶん暇だったんですね。でその頃もう辞めちゃったんですけど、年でいくと私の5つ6つ下です。だけど怪談師としてというか語り手としてはちょっと先輩の下のお名前でエミちゃんっていう子がいたんですよ。ロングヘアでね、でこう女性らしい雰囲気の方で、でその当時のお店のコンセプトっていうのは1時間にいっぺん決まった時間に怪談話をするんですね。でそうすると怪談やる人間っていうのは先に来て楽屋にこう待機しております、時間になるまで。ただ最初の3時間誰さんだよ、その後の3時間誰さんだよみたいになってますから、演者さんが被ることっていうのがその頃なかった、うん、その日も私一人楽屋で待機してたらガチャッと開いて、そのエミちゃん入ってきたんですよ。あら、どうしたの、早くない。うん、ちょっとさ近くまで来ちゃったんだけど早かった。あ、まあ早かったね。いいよいいよ、帰ってね、一人で寂しかったから、どうぞどうぞ。楽屋で二人でお話ししてたんです。話している最中にエミちゃんがね、どうも目線がおかしいんですね。普通にこうやって話してます、はい、ところが目線ずっとここなんですよ。話の内容はずっとこうなんだけど、目線が私の肩の上あたりをずっと見てるから、エミちゃん、ねえねえ、ちょっとエミちゃん、ん、あのさ、何ここ、なんかある、白谷さんって見える人っていう。いや体験はあるけどね、自分で見ようと思って見えるたちじゃないんだよって。あ、やっぱりそうかって言うんですよ。じゃあ見えてないんだ今って言うから。
なんか見えてんの？うん、白谷さんのね、ここのところに若い女の人がいてずっと見てんのよって言うんです。やだよ、いないよ。いるの？いる。怖い顔してんの？って言ったら、ニコニコ笑顔だよって言うんです。なんかね、ずっとその女の人が言うには、白谷さんちっちゃい頃からそばにいるんだって。なんか思い当たりないって言われて、そうね、私25の時母親を亡くしてますけど、ニコニコ言ってそばにいるならお袋じゃないかなって言ったら、あ、違う、あ、違うんだ、お袋じゃないの、誰なの？誰って言ってもな、若いよ、綺麗な人。うん、うんって言うんです。ここの人と話しだして、あ、そうなんだ、白谷さん会ったことあるってって言うの。なんよ、いや、あるって言ってるよ、小学校のさ3年生かな4年生かな、白谷さん家って人が集まる家だったでしょって言われて、そうだ、親戚が多かったんでボンクレになると親戚中集まるんですよ、でよく集まるんだよ、一軒家でしょ、2階建てだもんね、お家の間取りこうなってる、全部当たってんですよ。おお、いや、その通りだよ。それでね、いつだろう、夏かな、白谷さんが一人になって廊下だと思う、暗いところで一人で行って寂しそうにしてたから話しかけたって言ってるけど覚えてないって言われたんですよ、うん、いや、ちょっと待てよ、とこう記憶たぐっていったら、あっと思い出したの、うん、一遍だけ盆に集まって、で大人たちはもう法事が終わった後こう飲んでるんです、うん、でーっと盛り上がって、で今度こっち子供たちは子供たちで集まって遊んでるんですけど、飽き性なもんですから、そのうち輪から抜けてきて台所です、天夜門のそばを取って、これをね、親戚のおばさんがお皿にこう取り分けて、でそこ行ってこうやって見てたら、ちょっといいからあっち行ってなさい、おばさん忙しいんだから、うん、追い払われちゃった。抜けてきた子供の輪に戻るにはこれは子供ながら気まずいんです。で大人の方はって真っ赤な顔してこんなになってるから怖くて寄れない、行き場がなくなっちゃって、この台所から地続きです。ドアをガチャッと開けると廊下がある、古い大きな2階建ての一軒家の廊下って、窓がないから真っ暗なんですよ。でそこ出てってすることもないから、壁にもたれてスーッてその場に体育座りのような格好になりましたらね、すぐ向こうからどうしたのって声かけられて、ひょいって顔上げたら、綺麗な女の人がニコニコっと笑いながら、どうした、あー、あった、思い出してみると、これ言われるまで親戚のお姉ちゃんだと思ってたんですよ、10個年上の。よーく思い出していくでしょ、親戚にいない顔なんですよね。あー、そうかそうか、やった、うわー、あー、本当だ、親戚のお姉ちゃんじゃないどころじゃないんです、人間じゃないのをはっきり思い出すんです。ねえ、どうしたの、何してるのって話しかけてくれたお姉さん、天井から逆さまに下がって喋ってます。逆さまの顔と話してます。でも怖くなかったんですね。だからそこで普通にやり取りしてて綺麗なお姉さんだなと思って、でそのうちに渡るって呼ばれて、はーいって戻っちゃった。ここまで記憶があるんです。ところが逆さま、あーって言ったら、そうそう、その人今もまだ横にいるみたいな。逆さまというお話でございます。え、じゃあ、わかんないですよ、はい、まだいらっしゃる可能性もあるんですかね。おそらくですけど、まあ、こういうような仕事柄なんで、いろいろそういうような関係の方といろいろ知り合う機会ありますけれど、言われます、ずっとずっといるみたいですね。ずっといる。それは守ってもらってるっていうこと、うんうん、どなたに聞いてもそういうふうに言ってください。何なんですかね、ゆかりある方なのか、てっきり親戚だとね思いましたよね、ご先祖様なのか、
そんな、なんだろう、記憶に残るような体験ってすぐ思い出しそうじゃないですか、うん、はいはい、またなかなか出てこないんですね。なんかすごくでも優しいんだろうなって、うん、一人ぼっちでかわいそうって、うん、たったそれだけの気持ちでずっといるのかなとかも思いますけどね、うんうん、これ例えば、うん、災いをなそうと思ってついているものだったとしましてね、うん、で怖い顔で出てきたら、うん、きっとそれはね違和感として残ってるんですね。自然すぎたんですね。自然すぎるんです。でも逆さまなんだけど、おそらくその思いが柔らかだったんでしょうね。カリナさんいかがですか。はい、まあ、逆さまの女ということで、うん、まあ死に対して逆さまになるとか、まあ、幽霊のことで逆さまになるというのは、まあ、性の逆というのをまあ表していると。なるほど。ですから大体こう、死者を弔う時も服の襟合わせを逆にしたりだとか、なるほどなるほど、草履を逆にしたりとかしますけども、まあ、それはまあ一般常識として、一つ逆さまになっている女が死を表しているんだというのもあるとは思いますが、あとはですね、例えば諸国百物語という文献の中には、うん、逆さまになった女の幽霊が登場するんですね、うん、でその女の幽霊何かというと逆立ちして移動してくるんですよ。へー。なぜ逆立ちをしているんだと言うと、それは文化的に見れば、さっきと一緒です、文化的に見ればそれが幽霊だと一目で分からせるため、これは文化的にはそうです。ですが、その話の中で女の幽霊が言うのは、私は、夫愛人に騙されて殺されましたと、うん、で死体が埋められましたと、うん、埋められる時に逆さまに埋められましたと、だから今こうして逆さまで化けて出ています。なるほどね。いう状態、まあ、死体の形がそのまま幽霊の形になるほどなるほどいうようなお話もあったりして、この今のねお話をお伺いして逆さまに出てくる幽霊というのは一体どういうふうな状態でお亡くなりになったのかなというのを少し想像すると、確かにまた話が広がるのかなと思いました。確かに、はあ、いつの時代の方なのかとかも気になりますね。気になりますね。さあシアナさんいかがですか。守護霊と、うん、はい、いうものが見えるという、うん、事象を見えると言っている人と喋、うん、ったことが何度かあるんですが、うん、皆さん守護霊と会話をするんですって、うんうん、逆に言ったら守護霊と会話をしなかったことがほぼないんです、うん、なんか喋れるみたいですね、うん、で一度みんな喋るんやと、全員なんか言うんやと、でまあ、大体その人のことを言うけど、一人だけ何も喋らなかった人がいたって、うん、その守護霊がいたと、うん、ニコニコしてたと思うみたいな、うん、思うってどういうことって聞いたら、うん、顔が半分しかなくて、うん、それがプカプカそこに浮いているだけで、目が多分笑ってる目なんだけど、やっぱり喋れないのか知らないけど何も言わなかったっていうのがいたっていう話は聞いたことある。なるほど。それは亡くなった、その人が亡くなった状態がそういう状態だったの可能性もあるし、どうなんでしょうね、わからないです。どうなんでしょうね。そのパターンもあるんだ。初めましてですよね。はい、初めまして。この番組も、はい、あ、ちなみにその怪談に興味を持ち出したきっかけみたいなのあったりするんですか。はい、きっかけは二十歳ぐらいの時に大阪に住んでるんですけども、はい、大阪でやってるその実話怪談のイベントに行ったんですよね、はい、あ、もうお客さんとして。お客さんとして、はい、でそこでハマりまして、でこれは面白いな、実話怪談と奥が深いなっていうことで、うん、そこでもうのめり込むようにこういろいろ本読んだりとかイベント出かけたりして、うん、で気づいたら大学で研究してたんです。階段を、階段を、実は階段面白い、実は階段の研究をして、で卒業論文を書いて、で卒業をして。卒論のそのテーマは何ですか。卒業論文のテーマは実は階段のその実話性っていうものが、実話性、はい、その階段のその時代によってちょっとずつその変わってるんですよね。どんな風に実話性っていうのがこう移り変わってきたか、現代の階段の実話性ってどんなところにじゃ宿るんだろうみたいなところを研究しました。私が怪談を集め出したのがちょうど大学2回生くらいの頃だったんですよね。最初は身の回りの友達とかに何か不思議な体験ないとかって尋ねるところからいろいろ集め出したんです。
でよく一緒に遊んだりとか、その誰かの家に集まってその夜鍋して徹夜でゲームするみたいなことをやってた仲間が何人かいまして、その日もこうみんな夜深まって、ちょっとなんか怖い話ない、最近私好きなんだけどっていうので聞いてたんですよ。で、ある子が、うん、私、まあ、怖いっていうのはないけど、まあ、こういうことあったな、ってすごいすごい。でもう一人の子は、いや私なんか怖いことっていうかピエロが怖くってさみたいな言ってきた。確かにピエロって不気味だよねみたいな、みんなで怖いものトークやってたんですよ、うん、でその家の主であるサヤっていう友達がいたんですけど、さやなんかないって聞いたら、いや私も本当ない、何にもないんだけど、いやでもね、うちの実家のトイレが怖くて言ってきて、で彼女の家が北陸にあるんですけど、その2階建ての大きいお家で、その1階と2階にそれぞれお手洗いがあるんだと。でその1階のトイレが怖かった。でなんでかって言ったら、その物心ついたぐらいの時、4歳5歳ぐらいの時に一人でトイレに入るようになって、1階のトイレをこうガチャッと開けると、ちょっとこう、まあ、突き当たりまでが長いこう空間になってて、で洋式のこの便所がある、でその向かいのこの壁のところにこのちょっと古い感じの換気扇がかかってる。でプロペラがこうあって、でそのプロペラがあるその隙間のところからいつも私が入るとこうやってゴリラが見てるの。え、ゴリラ？人じゃなくてゴリラ。ええってなって、それ聞いて、えなんて言ったの今、だからゴリラが見てるのって、で、私だからゴリラがすごい怖くて、ゴリラいつもいるから、まあ、ゴリラだと思って、でトイレ入ったらすぐにその換気扇についてる紐をガッて回すと、もうゴリラ見えなくなるから、その真っ黒いゴリラをこう見ないようにこっちをこうグーって覗き込んでるのがもう怖くて怖くてしょうがなかった。だからうちのねトイレゴリラがいるのって言われて、私めちゃくちゃ笑っちゃったんですよ。その時にゴリラとか言って、もうなんか深夜テンションでゴリラっていうワードすごい面白くなってて、で北陸に野生のゴリラが見たんで、みんなゲラ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 笑ったんですよ。でもう本当なんだって怖かったんだってって友達が言って、でそのさやがだからこれ当時から親に言っても信じてもらえなかった、お母さんトイレにゴリラが、真っ黒い顔で覗いてるゴリラがって言っても、あんたそんなのいないでしょ、大丈夫大丈夫って取り合ってもらえなかった、でも本当にいるんだって、面白いなって言ってゲラゲラ笑ってたんです。でゴリラハウスいつか行こうねとか言ってたんですけど、それからちょっとしてさやから連絡が来て、でどうしたんだろうと思ったら、なんかちょっといつもとこう様子が違くて、あれどうしたのって聞いたら、あのさこの間さ、あのゴリラの話したの覚えてる、うちさこの間あの実家に帰って、でそうだと思ってお母さんに、私子供の頃さゴリラの話したの覚えてる、ここのトイレでさいつもゴリラ出たって言ったじゃん、あれお母さんにこう相手にされなくて本当に怖かったんだから、って本当にいたんだからねって言ったんだと。でそしたらお母さんが、えその話あったっけ、覚えてなくて、だからこのうちの子のトイレ1回入ってこの換気扇のところから縫って真っ黒い指でこうやって顔でこうやってゴリラ覗いてるって言ったじゃんって言ったら、お母さんが、あれえ何それ、えやだって言い出して、ちょっと様子がおかしいなと。でどうしたんだろうって言ったら、そのお母さんが、いやいやちょっとあのごめんね、今まで実は言ってなかったことがあるんだけど、ここの家新築で建てたんだけど、この家が建つ前すっごい大きいお屋敷が建ってたので、そのお屋敷が火事で全焼してるんだよね。で私お父さんもお母さんもそんな気にしないと思ってここの土地買って家建てたんだけど、あんたが見てたその小さい頃はゴリラに見えてたその真っ黒いものって、もしかして火事で亡くなった人だったんじゃない？そうかもしれない、焦げて真っ黒に焦げた亡くなったその人の姿だったんじゃないか。確かにまさか、でも
時間経ってね、時間経って月日が経ってで友達は知らなかったんですよ、うん、なるほど。でもその友達、そのさやさん、はい、なぜさやさんの時だけ出たのかだよね。見えた、お父さんお母さんはその時見えてないですもんね、はい、なんか悪いくないといいですよね、こうやってガッて、うん、こう生きてる人をこうやって見てる、うん、隙間からっていう幽霊って分からないじゃないですか、うん、分かんない、どういうつもりで見てたのかは分かんないよね、はい、子供心に、うん、子供だからゴリラに見えていたけどっていう、うんうんうん、ゴリラでも怖いですゴリラでも怖いです確かにゴリラでも怖いね。さあ加山さんいかがですか。ゴリラでも怖いですけど確かに、うん、あの焼けて亡くなった方という解釈もできるなと、うん、で、まあ、お話をお伺いしながらこうトイレに覗くものって何かいたかなというのをいろいろ考えてはいたんですけども、うん、まあ、トイレには一応神様がいるとされていて、うん、まあ、あのいろんな神様がいろ日本全国信仰はされてはいるんですね。で、まあ、歌にもなってましたけど、まあ、女性の神様がいるんだとか、うん、まあ、男性の神様がいる場合もありますし、あとはあの薄様明王って言われるこう 明王というのは、強い力を持って悪いものをオラオラで払ってくれるというような神様ですが、うんうんうん、あ、そういうのだったらもし覗いてたらちょっとゴリラっぽい怖い感じにはなるかなっていうのも、うんうんうん、考えましたし、 あとはその、まあ、ご存知だと思いますが、頑張り入道という、ね、妖怪がいてトイレを覗くなんていうような映画が残っていたりしますが、それなんかも描かれているやつを見るとめちゃくちゃ濃い顔のおじさんの顔をしているので、うんうん、まあ、ちょっとゴリラっぽいといえばゴリラっぽいか、子供ながらに見たらね、そんな感じでちょっとなんかいろいろ当てはまりそうだが、でも確かにその一番落ち着く解釈はその火事のやつなのかなというように思いました。ゴリラではないと思います、はい、さあシアンさんいかがでしたか。はい、焼け死んだ人の幽霊の姿っていうのが結構幅が広くて、うん、あのまあ、必ずしも真っ黒になってないで、うん、なんか白くツルツルになってしまうっていう、毛が全部焼けて皮がめくれて真っ白くなってるっていうのをマネキンと表現する話もありますし、まあ、焼身自殺したお母さんが来てもお母さんってわからないんで、はあ、もう真っ黒すぎて、うん、もう怖くて仕方がなかったっていう話もありますし、なるほど、まあ、いろんな表現があるのがこう火事とか焼けるで亡くなることなんで、うん、まあ、確かにそうやって考えると死んだ時の姿に出るんだろうなとは思いました、うんうん、確かに。体験者さんはですね、今広島県の呉にお住まいです。私より少し年上の女性の方なんですけど、この方が今から20年くらい前に地元のとあるスーパーでお勤めだった時にそれを体験していて、まあ、これはちょっと話が前後しますけれど、私ちょっとご縁あって7月に広島公園でお邪魔しましたら、その方のお姉さんが、いや妹が寄せた体験の場所行ってみますかってから、ぜひって言って連れてってもらった。スーパーって伺ってましたけどね、行きましたらずっと山を登っていって、民家もまばらです。そのてっぺんに立ってたんですよ。ただ今はスーパーはなくて普通の一軒家、新築のお宅が立ってましたが、聞けば20年の間に4軒のお家が建て替わっている場所だそうです。はい、早いペースですね。早いでしょう、うん、でその中古で別の人が入ってるんじゃなくて、一回潰して更地にして建て直してまた潰してを繰り返してんだそうですけど、ちょっとそうした場所なんだなという前提で、はい、20年前そこにスーパーがあった当時、仮にさくらさんとさせていただきますけど、で彼女はそこの社員さんでお勤めだったんです。で非常に敷地が狭うございますから2階建てで、で社員さんはってとさくらさんと店長さんと2人っきりで、あとはパートとかアルバイトのおばちゃんたちがこう回してくれてるお店です。1階はってとスーパーですから、食品であるとか飲み物であるとかで、レジスターがあってという、で入り口のガラスの自動扉をこうくぐりますとね、
すぐ右手のところに幅広の階段があって、これをトン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 と上がっていくと2階で、ここは雑貨品だとか、でこの売り場の他に申し訳程度の仕切りの壁がちょっと出っ張って作りになってましてね、で開けるとそこ事務所代わりだったんですよ。でその日っていうのは割と暇 で夕方の5時近くになって、さくらさんは社員2人なんで、店長いない時は自分が責任者で入ってて、もうそろそろ締めの作業にかかろうで、売り場の方はおばちゃんたちに任せちゃって平気なんだけど、まあ、残務処理といいましょうかね、事務仕事ってのがあります。で加えて次の日新しい商品の入荷があったんで、すいません、あらどうしたの、あの私もうちょっと締め上上がってやろうかと思うんですけど、下お願いしていいですか。ああそうね、今日暇だしね、いいよ、さくらちゃんじゃあ 上やって、下私たちの方でやっとくから、うん、終わったら降りてくんでしょ、すいません、じゃあお願いします。現場おばちゃんたちに任せて、でさくらさん2階上がってた事務所バタンと入って、よしやるぞ、次の日の新商品のポップを書こうなんて、ね、でパソコン開いたまんまポップ書き始めるんですが、父として作業が進まないんです。ちょっとやるとしくじる、おかしいな、やり直す、でもうそろかなと思って確認するとダメなんです。なんか今日うまくいかない、うまくいかないと思ってたらコンコン、はい、かっちゃん、さくらちゃん終わったって、あすいませんまだなんですけど、どうしましたって言ったら、いやもう閉店時間過ぎちゃったんだけど、え 2,3 時間経って、ごめんなさい、あまだなんですけど下って、あいやいいんだけど、私たちねもう全部終わってるし帰っちゃっていいかな、電気も落としたんだけど、すいませんごめんなさい、大丈夫です上がってください、さあじゃあねお疲れ様、パタン、みんな帰っちゃった。いや時間かかると思ってたけど2時間3時間経ってたとはなと思いながら、いやいやさっさと終わらせて帰ろう、喉が渇いたなと思いましてね、事務所出ると暗い店内トン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 と下の売り場降りていきます。目星ペットボトル一つ掴んで、レジスタのところに自分の名前と飲み物の名前と値段書いてセロテープで貼り付けて、でこう置いておく。そうすると次の日の朝これ精算してくれる。なるほど。さあ飲み物飲んでカシュッとやった時にカンカンと音が聞こえた。静かな店内です。明かりの消えた。うん？何の音だろう。カンカン後ろだった。え？って振り返ったら、振り返ったその後ろ、入り口のガラス扉です。自動ドア、もちろん通電がないから鍵かかってるんですが、そこにねふっとこう人影が見えたんで、なんだろうって目を凝らしたら、小学生3年生か4年生ぐらいの女の子でした。赤いランドセルだったんです。でこれを背負ってね、カンカンとこう叩いてるんです。あれなんだろうこの時間、言ったような場所です。車でもずっとかかるんですよ。子供一人では来られないしな、親御さんどっかいるのかなと思ってこうやって探すんですけど、女の子うつむいたままカンカンってやるんです。ってこう目凝らした時に女の子がスーッと顔を上げた。で目が合った時に女の子が口だけ動かしてなんか言ったんです。遠いからかな、声が聞こえないなと思ってこうやって見てたら、もう一回パクパクってやるんです。で2回目動いた時に分かった、声が聞こえないんじゃなくて声出してないんです。怯え切った目で一生懸命口の動きだけで訴えてるんです。でその口の動き読んだ、助けてって言ってるんです、うん、え助けて、見れば親御さんもいないし、この時間に子供一人だし、カンカンやって助けてくれ、誰かに追われてるなと思って、さくらさん慌てて飛んでいって、で扉の下の鍵カチャンと開けて、カン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 って開けたら、女の子は脇からサッと入ってきた。ガン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 、カチャンって鍵かけて振り返ったら、もう女の子が後ろでこんなになって、でじっとこうやって見てるから、どうしたの、何かあったのって聞くつもりで、ところが自分立ってんですね。ただでさえ怯えてる子です。大人の目線が高いと怖がっちゃうだろうな、気を使ってさくらさんふっその場に腰をかがめて、
で近づいていって、どうしたのって言おうとした時に後ろでバーンって音が聞こえたのね。でバーンの後にガカン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 って言ったんです。ギョッとして振り返ったら自動扉がカン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 って揺れてるんです。ギョッとして、なんだ今バンって言ったのは、これなんかぶつかったよなと、こうやって見てたら、その揺れている自動扉、立ち上がった自分の目線のところに大人の手形がこうやってついたんです。ああ変質者だと、親御さんとはぐれたこの子が変質者に追いかけられてきてて見つかっちゃったと、今姿は見えないけどバーンとやってきたんだ、どうしようこの後と思いながら、大丈夫って振り返ったら女の子の姿がなかったそうです。どっか隠れたかなと思って店の中中下も上も探しましたけれど、どこにもいなかったんですね。だもう恐ろしくなっちゃって、仕事ほっぽり投げて鍵もかけずに飛んで帰った。だ次の日、いやさすがにこれはまずいと思って店に行って、休みだったんだけど店長にすいません、昨日こうこうこうで鍵もかけずに仕事もって言ったら、鍵はかかっていたし閉店作業も終わっていたし、書いた覚えのないポップまで全部仕上がっていて、君は何を言ってるんだと、疲れてんだから帰んなさいって、はーって狐につままれた気持ちで帰ろうと思ったら、昨日のパートのおばちゃんが、あら桜ちゃん今日休みなのにどうしたのって言うか、いやちょっとって夕べこうでって話したら、あそうだそうだ夕べって言えばあの後すぐ帰れたのねって言うんです。すぐなんか帰れてないですよね、どうしてって言ったら、いや私さ一旦帰ったんだけど、ちょっと近所に買い物があって上がってきたら、まだスクーターあるし上電気ついてるしかかるのかなと思ったら、10分もしないで買い物済まして出てきたらスクーターもないし明かりも消えてたしね、あすぐ終わったんだなと思ってたんだけど、どうしたの、ゆうべ何かあったのって言われた。一体消えた女の子と手形の主は誰だったでしょう。実際じゃあそちらに行かれたんですね、そこのスーパーの。行ってきました。まあ今家になってるということなんですけども、でもやっぱりその引っ越されてまた家が建って、はい、引っ越されて家が建ってやっぱりまだいるんでしょうね、な気がしますね。なんかそこでそういう誘拐事件とかあったとかっていうお話はないんですか、その土地で。やっぱりね気になってちょっと調べてくれたみたいですけど、うんはい、特にそういった話は聞いてないって言ってますね。ないのにそういうことが起きるんだもんね。これね斜め向かいに幼稚園があるんです、はい、幼稚園があるんです。でこの幼稚園がある時期から場所が少しずれたんです、はい、でこれはその体験者さんのお姉さんが聞いたところによると、こんなことがあったって話した時、その幼稚園の先生がうちにも来たよって言ったそうです。赤いランドセルを背負った女の子が来て助けてって、やっぱり声に出さず訴えに来た子がいて、すぐにあの子まずいなと思ってその先生はお出にならなかったそうです。だからその界隈にいるんじゃないかなっていう。だからもしかしたら、ガラガラガラって入れてなかったら、ね、はあ、違ったかもしれませんね。さあ、神山さんいかがですか。移動するタイプの幽霊もでも世の中にはどうもいるようなんですね。でその幽霊はどうも人に取り付くことがあると、で取り付いた人のところにそのまま移動していくということを延々と繰り返して、県をまたぎ日本全国を暗夜する系の幽霊の話は聞いたことがありますね。なるほど。夜寝ていると幽霊が現れて徐々に体が増えていくから、完全に揃う前にみんなでお酒を飲むと、お酒を飲んでると無事に朝を迎えられるんですが、その中で一人必ずあの女の子どこ行ったっていうやつがいて、でその言ってる女の子は参加してないんですよ。それが完成形の幽霊なんですね。なるほど。でそいつのところに次出る。そうやって、1週間ごとにずっとつく人を
変えて県をまたぎ日本全国をこう巡っていくタイプの幽霊のお話は聞いたことがあって、もしかすると、その女の子と、バーンと手をつく追っかけてくるタイプのものも、さっきおっしゃったように入れなければもしかしたらどっか別のところに行ったかもしれないし、土地由来のものではなかったのかななんていうふうにはちょっと聞きながら思いましたが、面白いですね。大学時代に多学科だったんですけど、あのゆうきくんっていう友達がいたんですよ。ゆうきくんが小学生の頃にあのおじいちゃんおばあちゃんの家に行くのが憂鬱でたまらなかったって言ってたんですね。で、あの共働きの子供のご両親のところで育てられていて、夏休みになるとその長野県に住んでいるその山奥のおじいちゃんおばあちゃんの家に預けられるっていうことになってたんですけど、小学校3年生くらいの頃にちょっと初めてそのおじいちゃんおばあちゃん家に預けられると、ひと夏頑張って行っておいでっていうふうに言われた時に、本当に両親と別れるのが家でたまらなくって、寂しい、やだよ、行きたくないよって言ってたら、お母さんが大丈夫だと、おじいちゃんがその家の裏に一個山を持ってて、でそこで虫取りができるよって、おじいちゃんの山はカブトムシもクワガタも何でも取れるから、おじいちゃん頼んで連れてってもらったらいいよって、そういうふうに言ってもらって、うん、じゃあ分かった、それ頑張って行ってくるよって、おじいちゃんおばあちゃん家に行ったんですね。で、虫取りはちょっと楽しみだというので、おじいちゃんに頼んで行きたいと言ったら、おじいちゃんもその可愛いね孫の頼みなので、こう意気込んで、じゃあ早速こう準備して行こうかっていうので、もう朝も早く4時ぐらいにも起きて、うん、でおじいちゃんとゆうきくんで2人でその家の裏の山に懐中電灯を持って出かけたんです、ね、で虫取りのこのカゴと網持って手つない で歩いていくんですけど、この辺でね昔ね山ほどカブトムシ取れたんだよって、でクヌギのこう木とか案内してもらうんですけど、いないんですよね。であれいな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 、じゃあもうちょっと奥にあの別の木あるからそこ行ってみようか、で山登って奥分け行って、でもやっぱりいなくって、でちょっとゆうきくんもちょっとなんだよって、嘘だったのかよみたいな話し気分になってきちゃって、おじいちゃんもういいよっていうふうに言おうと思ったら、おじいちゃんがいやもうちょっと奥にあるから、いいとこあるからもうちょっとだけ行こうって頑張ろうって、で奥のそのクヌギの木まで登っていくってことにしたんですね。そこちょっと離れてて、で2人でよいしょよいしょと斜面を登っていくに従って、だんだんもう明るくなってきて、懐中電灯もいらなくなってきて、で周りの景色が見え出すんですよね、青くなってきて、であたり本当にどこ見てももう木だらけなんです。おじいちゃんと離れないようにしなきゃなと思ってたら、ガサガサ登っていく中で突然プルルルルプルルルルルルプルルルルルって、ちょっと離れたその木の奥の方から電話の音がするんですよ、うん、でそれが固定電話の音なんですよね、うん、でも家とかないんですよ、集落とか見えない、あれ？と思って、当時携帯電話とかも持ってない、音がするわけがないなと思いながらも、その固定電話の音が自分のお家と同じその音だったんで、ふとあ取った方がいいなと思ってそっちに歩いていこうとした、うん、そしたらその歩いていく手をおじいちゃんがぐっと掴んで、もう降りよう、ここ出ようって、で無理やりそのギューって力を込めて山を降り始めて、おじいちゃん何、おじいちゃんどうしたのって言っても、おじいちゃんはいやごめんごめんね、大丈夫だから、もう大丈夫、ごめん大丈夫、ごめん大丈夫って、すごい慌ててる様子なんですよね。で家まで戻ってバタンってその玄関閉めて鍵かけて、おじいちゃんがクッとこううなだれてホッとしたよ。おじいちゃんどうしたのって聞いたら、おじいちゃんがあの本当に本当にごめんな、お前が長男だっていうことを忘れてたって言うんです。でおじどういうこと、何っていうふうに聞いたら、実はうちの森は長男は入っちゃいけなかったんだと、おじいちゃんそれ忘れてて、お前のこと連れて行っちゃった、本当にごめんねって。で実は
僕のこのうちのおじいちゃんの家の高祖父にあたる人はこの山に昔入っていって、女の人の綺麗な声ですいませんすいませんって呼ばれる声を聞いた、うん、でその息子の長男はその山の中で黒電話の音を聞いてる、うん、で入るな入るなとは言われてたんですけども、おじいちゃんのそのお兄さんにあたるそのおじいさんの、うん、お兄さんのこの長男の人が昔山に入ってで一仕事を終えて帰ってきたら、昔飼ってた猫のみーちゃんの鳴き声がすると、にゃー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 言ってる、だから迎えに行ってあげないといけないんだ、で兄ちゃんそんな嘘だと、もうみーちゃん死んだだろう、でもなーって、で猫がなー呼んでるからなって、それからもう何日もこう山の方をお兄さんがこう見上げて、猫が呼んでる猫が呼んでるって言って、それから少ししたら行方不明になっちゃったんだと。だから山に長男取られる、絶対入れちゃいけないということになってたんだけども、おじいちゃんそのこと忘れてた、ごめんお前を連れて行って、もう山には近づかないでおこうって言っても夏中家から出なかった。それからもうそのおじいちゃんのところに行くのは憂鬱でたまらなかったと。聞こえた電話音っていうのはおじいちゃんにも聞こえてるんですか、うん、おじいちゃんにも聞こえてて、でそれをこう止めてるんですよ、ね、なるほどね、はい、不思議な山だな、生贄みたいですよ ね、うん、ね、どこにだから連れて行かれちゃうのかなっていう、ね、うん、毎回その音変えて、猫だったり、ね、綺麗な女性だったり家の固定電話だったり、うん、これがそのゆうきくんが言うにはその電話の音が鳴った時に、うん、そんなはずないのにこの電話出たらお母さんの声聞けるんじゃないかなと、なんか思ったと。なるほど。さあ、シアナさんいかがでしたか。はい、そうですね、山の普通の山でそんなに標高が高くないのにその場所だけガスが出てて幻覚とか幻聴が聞こえるっていうのはまああるんですよね。まあこの話は長男っていうのがくっついてくるんで必ずしもそれが適用されるわけではないんですが、はい、思うんですが、山と電話ってすごい階段で多いんですよ。へー、山の中でこう心霊スポット行ってたら電話が鳴ってとか、うん、電話ボックスがあってとか、あの黒電話の話も実はいくつかあって、あれなんでなんでしょうね、不思議ですね。確かに、なんか最初聞いた時になんか電話の音聞こえて自殺した人がいるのかなと、ね、そういう人の携帯がずっと鳴ってる、邪水をしてたですね。邪水をしてますよね。邪水してますか。話に入ってないですよね。さあ、ここでお時間となりました、いかがでしたか、初めてのこのシーハナでしたけども、こう怖い話はその友達内でしたりするんですけど、うん、このリアルなお話とか、うん、あ、これが本物かって思いました。実はこれが本物か、またちょっと違うよね。全然違います。なんかリアルですね、終わり方もやっぱ全て。その聞いて、そう、何だったのかっていう話も、うん、自分だ、そこまでが面白い。自分だったらどうするかとか、うん、いろいろとこう語れる、うん、めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、最後白谷さん、告知が何かあるそうですけども、まあ、ちょっと大変な時局化ですからあれですけど、ライブもちょこちょこやっていきたいという部分と、もう一つ、YouTube のチャンネルがございます。白谷の世界、白谷怪談と毎週金曜夜8時から定期配信で怪談をお届けしておりますの で、あとはツイキャスなるものもやらせていただいておりまして、これはもうただただこうゆる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 飲んでるんです。あの怪談ほとんどしないんです。そうなんです。ぜひぜひよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ、さくらさん、告知があるそうで、はい、今年の夏に、二見書房さんから怪談まみれという単帳を、発売しております。はい、私がインタビューした怪談43編、収録しております。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そちらのチェック皆さんよろしくお願いいたします。ということで本日はここまでです。またお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。